こんにちは、田中玲子です。今回は皆さん本当に悩んでるんじゃないかと思うんだけども、スマホによる首のシワです。本当に私も最近感じるんですけども、最近は本当に若い子にシワが増えたんですよ。昔はですね、首のシワで年齢が若いって言われたんですよ。それが今はですね、若い子まであるから首のシワで年齢が分かんなくなりました。これね、パソコンの時代からそれ感じていたんですけど、スマホ、皆さんスマホの姿勢見て、こういう感じで斜めこうに、このまま、これ分かる、このまま一応こうにしてる、こう分かりますね、こういう状態になってるわけ。こう見て、これってここがこうに折られてるんですよ。まるでアイロンがけされたように、こうやって押し歯されるようにね、こうやって固定されちゃうんですよ。まずそれから同じ姿勢することによってむくみが生じてるの。むくみが生じると足が太くなるように首も太くなるんですよ。むくんだ状態でこの姿勢シワができるの分かります？むくんでこうやってごらん、ちょっとこれをシワ寄せたまんま、はい、固定してるということで、じーっとしてる。だからまずはスマホを見るときもできるだけちゃんとして、頭の S 字もちゃんとやるような形で、きちんとね、スマホ下じゃなくて、はい。でも電車でこれやりづらいねでもこんな形でできるだけスマホをこういう形で、だから自宅でするときなんかできるだけこういう形で正面で見るようにしてほしいの。絶対にこうです。でそれをまずやること、それから同じ状態にしていることがむくみに生じる。だから必ずよ、はいね、開いたり回したりで、ここ首を同じ固定しないことです。動かすことなんですよ。何しろここを動かすこと、ビテンマッサージもいいですよ。運動もいつか教えましょうか。でもまずは今皆さんがシワで悩んでる、それを、はい、解決する、これリッチです。で太いシワにはリッチなんですよ。いいですか、こうやってリッチを、はい、出しました。こうやってはい、はい、ほら真珠台ぐらいでいいでしょう。こんだけ出たらワンプッシュです。これでしたら首全部にできるから、いいですか、こうやってシワが気になる場所ですよ。はい、シワうおうおで、こうやってシワがまず気になるところ、はい、こういう形でシワって中に入ってるじゃないですか、わかる、シワって皮膚のこう中に入るんですよ。中に食い込んだシワのところにこうやってまず塗りましょうね。本当言うとね、リッチクリームはこうやって塗っただけでも本当は効果あります。だいたい90秒で少し、いわゆるボトックス効果なんですよ。ボトックスってほらこうやってギューッとしたのを、緊張をほどいてシワが伸びる、それがボトックス効果なんです。同じ効果を上げる成分でできているのに、シワの上に塗るだけなんですよ。でですね、もし皆さんこうやって見てて、これじーっと見てるとシワが少しふっくらしてくるのが見えるかな、ね、でこうやってシワの上に少し押さえる感じなんですよ。いい、こうやって、ね、皆さんこれ絶対あれしない、シワって言ってこうにしないこと、これはシワだ、あんまり良くないの。でもどうしてもやりたかったらこれ見て、こう置いてこう置いてこうにする、上下置いて上下です。すごく滑らせなくていい。はい、置きました、上下です、わかる、こうやってシワの上に置きました。そしたら上下、くそ、こうじゃないの、ダメよ、シワの対比はこうだよ、こうね、こう、こんな感じです。今もうね、1分塗って1分半経ってきたから、90秒ぐらい経ってくると少しふっくらするんですよ。さあ、さっきよりどうかな、深かったシワが少しは伸びたかな、どうでしょうね、まあ、こっちがほとんどこっち側なんで、皆さんわかるかな、少し伸びてくるんですよ。こんな形でリッチをシワの上に乗せてくる、これはスマホ、首だけじゃなくて年齢じわにももちろん効くので、ぜひこうやって首の大きなシワにはリッチをちゃんと塗ってみてください。わかりますかね、皆さん見て、こう少しシワね、こんな感じです。何しろだいたい90秒待ってごらん、シワの上にこうやって塗るだけです。塗って、はい、ね、上下にこれこれ、シワの上にリッチを塗って上下にこれ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 してみてください。こうやってスマホじわ
本当に若いうちから作らないで、まあ、いつまで経っても首のシワをなくして本当に綺麗な首でいてくださいね。皆さん頑張りましょう。チャンネル登録して